第10レースを勝ちましたのは1号艇松井茂選手ですお疲れ様でしたここは人気に応える白星となりましたねまあなんとかあの、はい、自分の中ではそこまで自信なかったんですけど<あ>はい、そうなんですね、はい、ではレースリプレイ見ながら伺っていきますインコースからスタートは昨日に続いて0台え今日も08ぐらいでしたがいかがでしょうかいやもう行かないとっていうつもりではい あのスタートンも遅れてしまいましたし、はい、あのちょっとお腰の足がなんか、うん、うまくいったりいかなかったりするんで、はいまあ、手こずってますすねねそうなんでスタートしてからはいかかがでしょうか足自体はね勝率考えたら、ええ、えとよく動いてると思うんですけどうんただ、チ、まあ、ルと跳ねてるっていうことでごまわしているところもありますし、はいまあ、ちょっとお腰が。 なんか泣いたり、はい、泣かなかったりまあちょっと不安なところもいっぱいあるんですけどはいえ2連帯率が27%のモーターなんですがその前件からかなりこう大幅に挑戦もされていらっしゃるんですかまあ思い切りペラはねはい叩き替えてまた元に戻したりとか<え>なんか結構思い切りはいってるんですけどちょっとあの特殊な形でいってるんで。はいう あのここからの煮詰め方がまだちょっと自分の勉強中です現状も船市としてはバランスは取れているという感じなんですねえっとそうですねまあ勝率があれば、はい、出せたんじゃないかなと思ってるんですけどまあはいそんな感じですはい、まあ、ここでね一生目上がりましたのででは明日以降に向けてファンの皆様に一言お願いしますはいまああの明日はまた気象条件もちょっと変わると思うんであのしっかり試運転して、はい えっと、プロペラー合わせ、頑張りたいと思います。はい、十レー勝ちました。松井茂選手ね、お話を伺いました。ありがとうございました。はい